中村ミノルは、日本の弁護士、弁理士、詩人、評論家。中村合同特許法律事務所パートナー、日本商標協会顧問、公益財団法人日本近代文学館名誉館、長、第二東京弁護士会所属、日本芸術院会員、文化功労者。中松特許法律事務所弁護士、中村。 山本、武田合同特許法律事務所代表パートナー、中村合同特許法律事務所代表パートナー、日本商標協会会長、財団法人日本近代文学管理事長、社団法人日本商事仲裁協会常任理事、日本芸術院第二部部長などを歴任した。千葉県木更津市生まれ。父、構造は、尾崎秀美、リハルトゾルゲの予診担当の主任判事。 東京府立第5中学校から第1高等学校を経て、1950年東京大学法学部法律学科卒業。この間、太宰治を囲む中で、八代誠一のほか、三島幸夫の原和夫らとも関わりを持つ。大学在学中に、旧司法試験に合格し、1952年弁護士、弁理士登録。1946年、世代に、 参加、1950年第一詩集、無言科を刊行1967年詩集、う原賞で、高村光太郎賞。1977年詩集、羽むしの飛ぶ風景で、読売文学賞。1988年、中村実のる詩1944から1986で、芸術戦消文部大臣賞。1992年、 塚の間の幻影で、読売文学賞、1996年、不範表等で、藤村記念歴定賞、98年日本芸術院、会員、私の昭和史に至る業績で2004年度朝日賞、2005年、私の昭和史で、毎日芸術賞、井上康史記念文化賞受賞、2006年から10年まで芸術院、第二部長、2010年、文化功労者、 2017年、言葉についてで、現代詩人賞受賞。宮沢賢治、中原中也の評論、電気は複数表した。日本近代文学管理事長を経て名誉館長。弁護士及び弁理士としては、知的財産法一般を専門とする。1952年に、中松勘之助が代表者であった、中松特許法律事務所に入所。 中松の旧制後の1974年から1993年まで、中村合同特許法律事務所代表パートナーを務め、現在は同事務所パートナー。日本弁護士連合会務体財産権制度、委員会委員長、国際知的財産保護協会本部執行委員、日本商標協会会長などを歴任し、知財の中村と称されている。法政大学出身。 事件後、東京高祖院部長判事、津田総吉事件を扱う、戦後東京高裁裁判長、私の昭和誌、戦後編、第2巻2008年発行、20ページ、ありがとうございます。